終身要領は、慶応義塾が編纂した教訓集である。正式名称は、おさみ要領。福沢諭吉の終身要領として知られているが、福沢が編纂したものではなく、実際には、福沢の弟子や子息が集まって編纂したものである。福沢諭吉福沢は、1898年から、時事新報に連載された、福王辞典の最後で、 私の生涯の中に出かしてみたいと思うところは、全国男女の気品を次第に交渉に導いて、真実文明の名に恥ずかしくないようにすることであると述べているように、国民の道徳を高める必要性を感じていた。しかし、同年9月26日に脳出血で倒れたため、書物を執筆することが困難になった。そのため、弟子の尾端徳次郎、門の行の心、 鎌田英吉、西原昭蔵、石川寛明、土屋元作及び長男の福沢一太郎等に命じて、新しい道徳からなる教訓集を編纂させることになった。教訓集は、福沢が終身要領と名付けて、時事新報1900年2月25日号に発表された。また、同年六月に、福沢が全文を記号し、1九百一年七月十五日に、 単行本が発行された。以下、福沢からの引用を含む。終身要領の内容は、独立自尊を基本にする29箇条の教訓から構成される。終身要領の特徴は、前書きで、特教は人文の進歩と共に変化するの約束というように、道徳が時代と共に変化すると述べていることである。そのため、教育直後に反するものとして攻撃された。 もし道徳が時代とともに変化するのであれば、教育直後や、就寝要領自体の内容も時代とともに修正、変更する必要があることになる。ありがとうございます。